ドジャース1年目にしてワールドシリーズ制覇を成し遂げた大谷翔平、30歳。MLB ポストシーズン中のクラブハウスで、ナンバーウェブの記者がドジャースのスター選手たちを直撃取材した。彼らの証言から分かった、翔平が1年目からチームに溶け込めた理由。全2回の後編、前編も公開中。変わりすぎ写真、ガリガリだったエンゼルス時代、大谷の。 腕がダブルコートまるでハるく、愛される大谷翔平、ドジャースベテラン勢がニコニコ、まですべて見る。大谷がどんな人なのか、緊張していたよ。次に挙げられる、大谷がチームに溶け込んだ理由。それは大谷が、普通、なことにある。実は大谷と直接話すまで、どんな人なのか、少し緊張していた、と話す選手がいた。 ワイルドなひげを蓄えるリリーバー、マイケル・コペック、28歳、である。コペックは今シーズン途中の7月末、トミー・エドマンと共にトレードでドジャースに入団した。そこからポストシーズンまで、けが人が続出する投手陣の中で奮闘。ロバーツから信頼を勝ち取った。そんなコペックがリーグ優勝後のシャンパンファイトで、感極まりながらこんなことを言っていたのだ。翔平、 ベッツ、フレディ彼らくらいのスーパースターならば自分の成績だけ考えてプレーしても不思議ではないよねシーズン中だって怪我をしないためにアクセルを緩めることだってできたはずだでも彼らはそんな素振りを一度も見せなかった常に手を抜かなかった彼らが誰よりもハードにプレーしているんだからチームがまとまらないわけがないだろうそしてポストシーズンで戦うことについて こう話していた。平均的なスーパースターではない選手でも、活躍すれば一夜にしてスターになれるチャンスがある。だからポストシーズンが好きなんだ、コペックの発言の裏を返せば、こんな意味も含まれている。自分は現段階でスーパースターではない、と、ドジャースに移籍するまでは、大谷と一度も話したことはなかった。打つだけじゃなくて投げる。 そんなクレイジーなことをやる選手がどんな人なのか、興味があった反面、正直、少しだけ緊張もしていたよ。